2002年1月1日午前0時です。今年はワールドカップサッカーが日本と韓国共同で開催されます。その今更そのどこ行け言われても別にその代わりの意味があるわけじゃないし、やっぱり今 の, その自分の住んでるこのふるさとやにそのまま住み続けるというのがまあ私らの願いであってやに、あさって金属製品を拾ってきて、まあ、それを入ってきて、じゃあ兄弟よって仕分けして、でその日そこへ打って、それを生活の足しにしてなんか生活しとった状況でしたね、その日暮らしの。最初は怖かったです。私は来た当時、姉さんの場合は遠くな九州から来ているのと、うん、やっぱり日本人っていうのと、ほんまに異質な世界に入るっていう、うん、気負いがあったと思う。でやっぱり、あ、ウトロってなかなかやるやんってこう言われるようなものが何もなくなってしまったら、やっぱり周りからこうあのウトロをこう客観的に見るとね、やっぱりウトロっていうのは特殊なところってこう映ってしまうじゃないですか。なんかあの、いやウトロってええやん、ウトロってすごいやんって言われるもんを何かしとかなあかんっていうのがすごく強い、うん、強い気持ちとなってこう大きなってきてね。それはじゃあお前ら相談して、お前らの考えであれせえって言うから、それのだけ韓国人やね、お前ね。まあ、ずっとウトロに住んでて当たり前と思ってたことが、こうウトロから出ると当たり前じゃなくなることがあるから、そういうのをしっかり考えときやみたいな心構えっていうか、そういうのはしといた方がいいでって、まあ、鍵もきっちりかけなあかんし、やっぱ何が違うって言うと、やっぱ一番心細いっていうふうには